はい、今回レクチャーする内容はザ・ロック、ロックダンスの代表的な動きの一つ、しっかりとロックをする、このイメージで作られた動きなんですけど、まずやってみましょうか。ロック。この時に注意することは、しっかりと肘を曲げて鋭角を作るってことです。こう伸びきった状態、上がりきった状態ではなくて、しっかりと鋭角を作ってみてください。角度をつけてやってみてください。そしてポイントが、肘の一つ目のポイント、二つ目はしっかりと腰を入れる、固めることですね。右足を突っ張ってあげて、左足を曲げてあげます。つま先立ちをしてあげます。そうすると体が、腰が入ると思います。下半身のロックもしっかり、右足出た時、左足出た時、ここが2つ目です。3つ目は胸をドン、力が入りやすいポジションで落としてあげる。フラットでこうやるわけじゃなくて、荷物を持つイメージ、重たい荷物、力が入る時をイメージしてください。このままフラットにこの状態で上げるわけじゃなくて、しっかりと重たい荷物を持つ時は背中からグッとこうなるはずです。そのイメージを持って、しっかり体もロック、この3つの点を意識してロックをしてみてください。ファーシックス、ファーシックス、エンファー、エンファー、エンファーシックス。N1 N2 N5 6 6 今回のポイントは3つ、肘、胸、腰、そして体のラインを意識して、前すぎず後ろすぎず、ナチュラルな感覚でやってみてください。